はい、こんにちは、しおさんでございます。今日はしおさんのこれいいねでございます。で、今日のしおさんのこれいいねは、都立大学にあります、アメリカンクラブハウスさんというところがありまして、で、ここの取り組みというところを中心にご紹介させていただきます。で、アメリカンクラブハウスさんは日本で初めて、スペアリブを、日本人の好みに合わせて作り上げて、今もそれを歌いながら看板商品として非常にこう人気を誇っている商品を出しながら繁盛しているお店になってます。で、今回新型コロナウイルスの影響を受けてやっぱり店舗を今閉じて営業をしているんですが、その、閉じて営業している中でも実は、店舗を閉じる前と今変わらないぐらいの売り上げを上げている日も出てきているぐらいに今テイクアウトと通販が今伸びているそうです。で、そこに実は感じたことというのが、実はもうこの道で行くということを決めるということを覚悟を持って行動されているということが今回の特にこのこれいいねというところで感じたところでもありました。で、このアメリカンクラブハウスさんのこのスペアリブをはじめとしたこのテイクアウトと通販というところに道を一旦絞っていくというところの覚悟というところの先にこれ何があるのかというと、やはり仕方なしにやるのではなくて、もうそこでちゃんと稼ぐということを決めるということをしているということ、この覚悟こそが実はこの状況がこう厳しい時代になったとしても生き抜いていく上で今すごく大事になっているのかなというふうに感じました。で、実際にですね、これ訪れた時にあ、すごいなと思ったことが、やはり外でテイクアウト、販売しているスタッフさんたちがやっぱり元気よく販売をしている。で、その元気よく販売していて、僕が到着したと同時に店長完売しましたということを元気よく店内でスタッフさんたちに伝えていたんですね。で、その姿を見た時に、あ、ちゃんとこのテイクアウトをやった時に必ず売り切るというところ、これもやっぱりみんなで覚悟を持ってちゃんと決めて動いているというところが明確にあるからこそこれできるんだなというところを感じました。で、そういったこの環境が変わった時に、やはりメインとなる事業はなくなったと。だけど実は別でもともとやっていた通販というところ、そして、テイクアウトというところについては今回やはりこう不測の事態からこう力を入れてやるというところになったんですが、もうその時にとにかく覚悟を決めてこの道でしっかり稼いでいく、これをやっぱり決めていく。で、そうするとそこに今度は何が生まれるかというと目標というものが生まれるというところもあるので、この目標を持ってちゃんとみんなで今回のこの事態を一緒になって乗り越えていくというこの覚悟を持っていく、そして覚悟の先にみんなで目標を持って動いていく。で、この行動こそをやはり今は必要とされているんだなということを、そして、しっかりその覚悟を持ってやるかどうかということで、やはり今の時代でもしっかりと乗り越えていくことができるという飲食店があるんだということを勇気をいただいたというところでもあります。ということで今回のこれいいねというところは、やはりこの新型コロナウイルスの影響でこの通常の営業ができなくなった、そういった時にもうテイクアウトもしくはデリバリー通販こっちの道しかないとなった時に、やはりどの道で行くのかをちゃんと覚悟を持って決めて、その道でとことん突き進んでいくということをしっかりと決める、これこそが大事だということ、このことをぜひこのア
メリカンクラブハウスさんの一つの取り組みというところからぜひ皆さんに届くと嬉しいなというふうに感じました。で、今回のこの事態の部分に対する捉え方というところでは、2回目に放映させていただいた、テイクアウトはついでの気持ちで始めない、ここのところにも実はこの大事さというところを話してますので、ぜひこちらもご覧になっていただければと思います。どうもありがとうございました。今回ご紹介しましたアメリカンクラブハウスさんはテイクアウトでおうちレストランでもご紹介させていただきました。また取締役の小山さんは Zoom で社長インタビューでも先日放送させていただきました。こちらも合わせてご覧ください。アメリカンクラブハウスさん、どうもありがとうございました。最後に案内をさせていただきます。オンラインサロン自分でお店の YouTube 動画を作ろう始まります。今 YouTube でお店を PR したいが、何から始めていいのかわからなくて悩んでいる店舗経営者さん、こちらのオンラインサロン自分でお店の YouTube 動画を作ろうに参加することで、3つのゴールを目指していきます。1つは YouTube 動画を自分で作り、自分で YouTube にアップできるようになります。2つ目はお店の YouTube チャンネルを自分で作れるようになります。3つ目は YouTube を通してお店の売上アップにつながるようになります。この3つを目指して取り組んでいくオンラインサロン自分で YouTube 動画を作ろうにぜひ一緒に参加しませんか。詳細はこちらのコメント欄をご覧ください。ありがとうございました。カレンさん、ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。またよろしくお願いいたします。